富川駅は、北海道猿郡日高町、富川南二丁目にある、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は未破。1986年10月まで運行されていた、急行、エリモの停車駅であった。かつては、平取までの猿鉄道の接続駅であった。1975年の富川駅と、周囲約750メートル範囲。 右が、静内方面。かつて、猿鉄道が、右端踏切手前から道路に沿って分かれており、また、この分岐点付近から逆に、駅裏側へ向かって、右上の気候上時期地帯に沿って専用線が敷かれて、いたが、一部が道路に転用されている。さらに、駅表の川との間に見える、貯木場はかつては倍以上の面積を持ち、 川には陸揚げ網場が設けられていて、王子製紙向けの原木が山となっていたが、その中央へ、貨物ホームへの引っ込み線から分岐した専用線が引き込まれていた。こちらも斜めに向かう、裏道の一部や、貯木場の外周道路の一部に転用されている。これらの状況は、国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの1952年10月撮影 USA。 M149 から13等で確認することができる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、旧駅名のサルウフトは、アイヌ語のサルプトに由来する、短式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、線路の南東側に存在する、電鉄機を持たない、防線駅となっている。かつては、短式ホーム、 島式ホーム複合型2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは駅舎側ホーム中央部分と対向ホーム東側を結んだ構内踏切で連絡した。駅舎側が上りの一番線、対向側が下りの2番線となっていた。また島式ホームの外側一線が側線として残っており、この側線からは苫小牧方に分岐する。 行き止まりの短い側線を一線有した。その他一番線の苫小前方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかき木部分の旧貨物ホームへの側線を一線、一番線、苫小前方と二番線様二方を結ぶ渡り線を一線有していた。交換設備運用廃止後は、対向側の線路は側線を含め1993年までには撤去されたが、ホーム前後の線路は、 点鉄機の名残で湾曲していた、静内駅管理の無人駅。駅舎は、校内の南東側に位置し、ホームに接している。友人駅時代の駅舎は改築され、明かり窓を排した鋭角的にそそり立つ合掌部分と、板張りの外壁を有する木造駅舎となっている。ホーム側には、木彫りの熊の顔がかけられている。駅舎とは、別棟でトイレ棟を有する。かつては、 駅舎内に売店があった3月時点では営業中であった。また、ハヨピラッシャも祭りと記載された駅スタンプが設置されていた自動券売機設置駅、1日乗降人員は以下の通りである。また、JR 北海道によると特定の平日の調査日における乗車人員平均は以下の通りである。周囲は材木工場などがあり、原木なども積んである。 市街地は国道を中心に広がる、北海道旅客鉄道日高本線潮見駅、福井八福浜駅、富川駅日高門別駅内消し線は、廃駅、向川駅様に駅間は、普通、バス代行さる鉄道猿鉄道線サルフト駅東、サルフト駅、ありがとうございます。